今日の御言葉、マルコの福音書10章32節から34節。さて、一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえります。イエス様はエルサレムに向かっておられました。弟子たちはそれを驚き、恐怖さえも感じました。なぜなら、今や律法学者やパリサイ人たちはイエスを殺そうとしていて、しかもエルサレムは杉越の祭りで世界中からユダヤ人が集まってきている。ユダヤ人が集まってきているということは、ローマ兵も一向一揆を恐れて監視網を強めている。つまり緊張状態にある。そのようなところにわざわざイエス様が向かって行かれたからです。このような時にエルサレムに行くということは、まさに死にに行くようなものでした。だからこそ弟子たちは驚き、恐怖を感じました。そこでイエス様は十字架の死と復活のことを弟子たちに教え始められます。しかし弟子の頭にあったのは、十字架にかかって死んでいくイエス様の姿ではなくて、軍事的に政治的に頂点に立ってユダヤ人を統率し、ローマ帝国を打ち倒す、そのような王であるイエス様の姿でした。弟子たちにとってこの話は受け入れがたかったはずです。一方で私たちはどうでしょうか。イエスに従っていくということは、この世のすべてのものを捨てて従っていくことを意味します。しかしイエスについていけば、迫害、試練、困難があります。決して楽な道ではありません。もしかしたら命を落とすという危険性さえもあります。私たちは選択に迫られています。イエスについていくのか、それともイエスについていかないのか。そしてイエス様についていく動機も大事です。イエス様についていくことによって成功を追い求めるのか、もしくはイエス様についていくことによって成功を捨てるのか。あなたには選択肢があります。どちらをも選ぶことは可能です。どうかこの世のすべてを捨てて、成功をも捨てて、危険を冒してまでイエスについていくものになってください。福音は自分自身のすべてを捨てるに値するものです。私たちは福音のためにすべてを捨てます。この短き生涯、福音のためにすべてをかけて、終わりの日によみがえり、永遠の天国に入ろうではありませんか。 All for Jesus。